カトマンズ・盆地に進撃するゴルカ兵ネパールの統一とは、ゴルカ朝によってネパール全土が統一されたことを指す。かつてネパールは数多くの国が分立していた。カトマンズ・盆地では役者マンラの死後、サント・マルラ朝が互いに覇権を争っていた。また、カルナリ地方には22諸国が、ガンダキ地方には24諸国がそれぞれ分立していた。そうした中、 1559年にガンダキ地方にゴルカ王国が成立した。だが、その勢力は小さく、ゴルカは24諸国にも数えられないほどの小国であった。とはいえ、ゴルカは着実に力を蓄えていった。ゴルカは3との争いではパターンに味方し、盆地への介入を続けた。第8代ゴルカ王、プリトビパティシャ派の第2は従来のパターン有効策を変え、 時にはパターンを孤立させ、またある時にはカトマンズを孤立させた。次のナラブーパールャ派の第2もサントに剣望戦術を用い、ヌアコートダッシュを試みたがサントの反撃にあって失敗した。プリトビナラヤンシャ派1742年、プリトビナラヤンシャ派が第10代ゴルカオとなった。彼はヌアコートをダッシュしたばかりか、ボンチとチベットとの交易路を遮断し、 経済的圧力をかけた。そして、1768年にカトマンズとパターンを、1769年にバクタプルを征服して、盆地を統一し、ネパール王国を建国した。だが、1771年から1772年にかけて、24諸国の連合軍がネパール王国に戦いを挑んできた。この戦いで、ネパール軍は大敗を喫し。 指揮官は捕虜にされ、負傷した失勢が捕虜となったばかりか、包囲されたネパール軍は、投降を余儀なくされた。このため、プリトビナラヤンは、西方への進出を断念し、東方への遠征を行った。この遠征は成功し、ブータン王国やシッキム王国と国境を接するに、至ったが、1775年に、プリトビナラヤンが死亡したために、軍は引き返された。 王の死までに、その領土は現ネパールのほぼ東原にまで広がっていた。ラナバハズルシャ派1781年、第3代ネパール王、ラナバハズルシャ派の地勢、再び24諸国の連合軍が戦いを挑んで、来たが、これはアマルシンハタパによって撃退された。さらに翌年からは反撃を行い、22諸国、24諸国のいくつかを制圧した。 1785年、王のおじバハドルシャハが摂政となると、武力至上主義の彼は22諸国、24諸国の統合を目指した。彼は24諸国で最も強力であったパルパに目をつけ、その王と友好関係を深め、制圧した諸国の活動を訳した。ネパールとパルパの連合軍は、ベリ川までの諸国を制圧し、パルパにはぐるみ、 アルが、カンチーの三国を割上した。さらに、ネパール軍は、西方の諸国を制圧、アルモーラー、ガルワールにまで進出し、ガルワール王国の首都シュリーナガルにまで進出した。1804年、すでにギルバン・ユタ・ビクラムシャ派に王位を譲り、法王となっていたラナバ・ハドゥルは、パルパの制圧なくしては、ネパール全土を統一できないので、その制圧を考えた。 そこで、失政ビムセンタパと一計を案じ、パルパ王をネパールに招き、そのまま投獄した。その後、ビムセンタパの軍が、パルパへと進撃し、難なく制圧に成功した。かくして、ネパール王国によるネパール統一がなされたわけである。だが、パルパを制圧したことにより、インドを支配していたイギリスとの緊張感が高まり、ひいては、グルカ戦争につながっていった。 ありがとうございます。